ちょっと驚きのニュースが入ってきました。はい、あのこのチャンネルでもやった、はい、ハニートラップの女性スパイが、あ、はい、姿をまた現した。姿を現した。振り返りたいんですよね、ちょっと、はいはい、でまた今回いろいろちょっと調べてた新たな写真とかもいろいろ出てきたので、はいはい、ぜひ、はい、ぜひ見てください。あ、ね、この人ね、この人この人最初にこれ報じられた時の、はい、当時のニュースのこれ画面ですね。美人すぎる女スパイ、そう、女スね、これモデルみたいな、明らかにこう狙って撮ってる写真ですよね、みたいな、はい、なんですけど、でまあ確かにこうもっと寄っていくとこういう感じでね、はいはい、確かにモデルっぽいじゃないですか。そうです、なんか以前これアップした時に、はい、やっぱコメント欄とかでめちゃくちゃ俺でもハマるみたいなコメントをいっぱい見ましたけど、ね、っていう、ね、いうことらしいんですよね。はい、はい、でまあこういう方なんですよ。はいはい、でね、ごめんなさい、写真集をこう見せるみたいな感じになっ てあれなんですけど、この写真はね、あ、だいぶ、あ、ちょっとこれ新しい、違いますね、これは新しいんですか。新しい、新しく見つかった写真、見つかった写真っていうんですかね、ちょっとカメラマンがちょっと変わりました、ね、確かに今風にちょっとなってるんですよね、はい、ほんでね、振り返りみたいな感じなんですけど、はい、この人はなんで有名になったかというと、アメリカでカリフォルニア選出の今議員さんですよ、国会議員の先生を手玉取ってたわけですこの方なんですけど出ちゃったよ、スワルウェルさんという方で、エリックさん、はい、でカリフォルニア選出なんですけど、はい、でまあこの人を手玉に取ってたということが判明して、で、はい、あの FBI とかいろんなところの人たちは、はい、スパイハンターたちがずっと様子を見てたと、はい、あ、こいつのこいつらのね動きをずっと、はいはいはい、でまあほらこういう写真を撮ってたりとか、ね、でこういう、ね、はいはいはい、写真とかはい、はい、かなり蜜月、はいはい、出るわ出るわ写真がっていうぐらい出てくるわけですよね。これは撮りに行ってますからね。そうね、こういうのとかね、はい、そうそうなんですけどね、記念撮影ですもん、記念撮影なんですよ、この女性ですよ、要は、はいはい、この方なんですけど、2015年まで、うん、まあアメリカの各地でスパイ工作をしてた、うん、ということなんですけど、はい、で、あのちょっとね、この人の素性が今回明らかになってきて、うん、中国の国際関係学院っていう、まあ、大学があって、はい、そこを卒業して、はい、これね、中国側からの話ですよ。客室乗務員として7年間働いてたんです。え、CA さんもやってたと。へえ。2009年にアメリカに留学することしたと。ほう、はい。で留学してきたと。はい。で、そしたら偶然同じ年である年齢のこのスウォル、はいはい、この議員さんとまだ議員になってないですよ。エリクといいですね、エリクまだ議員になってないんですけど、はい、その時は、はい、だからまだこれから頑張るぞっていう野心的な議員さんを捕まえた、その時で、それで親しくなったと。なるほど、親しくなったことは多分彼女も認めてるんですね、うんうん、でそっから彼が議員になる手助けをいろいろしながら、はい、で議員にまで育て上げたと。そうだ、まあ大体でもスパイのね、こういうハニトラのケースでは、やっぱりそのこれから行くっていうか、あともうすぐ行くぞみたいな、うちに目をつばつけとくっていう、あ、お互いってですね、やるってパターンが多いんですけど、まあそんなことでこの人がまあこういうことに結局なっていて、はいはい、ね、もう親しい感じ。このエリックは独身なんですか。で途中から途中結婚してるんですよね。途中で結婚してるんですか、うん、で、おそらくですけど、まあ不倫関係っぽかったんじゃないかということですよね。その結婚する前からこのミスハニトラとは時系列は分からないところあるんですけど、ただまあ、うん、不倫にはなってたということと、あとこれが発覚してから、はい、いろんな人が彼自身に、はい、まあ、議員さんですからいろんな表出てきますよね、はい、で直撃してどういう関係だったんだって言われて、はい、肉体関係あったのかとかっていろいろ突っ込まれてるんですよね、はい、でも、まあ、絶対否定はしてこないですよ。あ、だから否定はできないんだと思うんですよ、ね、だからそういうことがあったということだというふうに、うん、まあ、向こうでは認識されてると。なるほど、ね、でこの女性が実は、はい、もうすごくてですね、やり手なんですよ、ハニトラとして、ハニトラップをする人としてね、はい、はい、で他のこういうね、これも答えを出しましたけど、これマイク・ホンダさんあの例のやつ、ね、イアン問題、ね、そうそうそう、ピーンさんね、はい、カリフォルニア選手なんですけど、はい、この人にも結構取り入ってたんじゃないかと。なるほど。でさらにこういうね、これ誰ですか、この人ね、あのね、ちょっと僕もね初めて今回知ったんですけど、カリフォルニアの、はい、あの選出の一応まあ地元の議員さんかなんかなんですよ。あ、でこれからもしかしたらなるかもしれないというところで、はい、実はフレモントっていうカリフォルニアの今町の市長に今、うん、あのなるべくそうなんです、ね、選挙運動してるんですけど、まあ、この頃からももうちょっとどうも近いんじゃないかと、はい、もう手つけてる、はい、手つけてるって言うから悪いですけどね、はい、いうことがあったり、はい、この人はカリフォルニア選出のまた議員さんですよね。女性でも女性にも取り入ってるんですね。そう、そうなんですよ。だからそれぐらいこうガンガン言ってる人なんですよ、うん、
でそれがですよ、はい、実はここにも行ってたということが分かって、今回誰ですか、これペロシですよね、ナンシーペロシ、ナンシーペロシともちょっと近くなってたんじゃないかと。要はカリフォルニアの民主党系の人たちのところにかなり行ってたと。当時のこともうちょっと振り返っていいですか、そういえば、はい、ちょっとね新たなあれが出てきたんです、これ。なんですか、ちょっといろいろと、まあ捜査関係の資料とか見てたら、はい、面白い話とか出てきてまして、はい、で例えばこれですね、はい、2014年のワシントンでの会議に彼女がまあ来ていて、でさらに年配の中西部の市長、はい、現役の市長さんですね、町の、はい、がその彼女のこと、この人ファンファンって女性の名前で、ファンファンって言うんですけど、ファンを自分のガールフレンドだと周囲に紹介していて、はい、ねえねえ、まあ年の差あるじゃんって突っ込まれてたら、はい、いや自分たちの関係は本物だと、いろんなところで今会ってたという証言が、まあこれ FBI とか拾ってるわけですよ、こういう証言をね。で、どうもこの市長にもだから言ってるわけですよね。ね、もう一個すごい話もあって、ある現役のアメリカ合衆国の職員が、はい、の証言ですね。ファンが FBI がまあ盗聴していた車の中、まあ彼女をずっと追っかけてたわけで、彼女の行くところ行くところを盗聴してたわけですよ、はい、FBI が。その中でオハイオ州の市長と性的関係に及んだ その様子までこう盗聴されてたと、はい、でその時の会話で市長がファンに、なんで俺私に興味があるんだと尋ねると、は英語を向上させたかったからよと答えていたって、そういう会話までバーッとこう出てきて、だから要するに彼女はずっと狙われていて、うん、狙われてっていうか、まあ、捜査対象になっていて、うん、ずっとまあ、こういう会話とか、うん、そういう、まあ、男性との応戦、まあ、いろいろこうハニトラなんじゃないかという報じ方しか海外で できないんですけど、うん、本人のね、あの、はい、段がないの で逮捕もされてないのでっていうことなんですけど、まあ、実は盗聴しているテープとかそういったものがいろいろあるんだと。実はあると、はい、あるということですね、はい、でさらに、まあ、当時はこれカリフォルニアのね、はい、サンフランシスコの中国領事館なんですけど、ここからねこう表彰とかも彼女もらって、表彰なんで、なんか栄誉よくスパイできましたね、学生いやでもかなり出入りしていて、学生として頑張ってますみたいなこういうのもらって、だってことも今回また出てきたりとかしてると、はい、領事館っていうのはね、いろいろとねスパイの巣窟とも言われてまして、まあ、ね、そうなんです、はい、実際こういう人があったんですよ。誰かこれ、これね、この方、UC デイビスっていう大学があるんですけど、カリフォルニアに、はいはい。で、そこに研究員として来てたんですけど、この女性。制服着てるじゃないですか。はい、この人、ね、自民解放軍の、軍人なんですけど、それを隠して、研究員ということで来て、スパイ工作をしてると。最悪だ。で、FBA が近づいて、もう見つけて、はい、で、もう拘束するぞって段階になったら、はい、この領事館に逃げ込んだ。なるほど、なるほど。うん、っていうことがあったりね。なるほど。で、でもそれで家宅捜索したら、この写真が出てきたんですよ。なるほど。お前制服着てんじゃねえかみたいな感じになって、ね、っていうとかね、はい、あとまあこうやって何か範疇の人が突っ込んできたりとかっていう事件が起きたりね。だからサンフランシスコの領事館っていうのはいろいろとこう、まあでっかいチャイナタウンあるじゃないですか、はい、サンフランシスコ、そうですね、まあ、だからそれぐらい有名なところでっていうことで、はい、それでですよ、それで、でまあ長かったですけど前置きこの人がですね再浮上したというのはこれなんですよ、うん、はい、これもう直近の写真なんです、直近、男性とご飯食べてるだけなんですけど。これ誰ですか？男性なんですよ、問題は。そうですね。はい、でこの人が、この、こういう方なんですけど、コシャクシンっていう。コシャクシン、はい。めちゃくちゃ有名なジャーナリスト。中国。中国の評論家なんですよ。で、この人は反米、あと反日。うん、はい。でももうツイッターとかでも、なんか日本のニュースあると、はいはい、反日叩きまくってるっていうんで、一個こういうのもありました。この人のアカウントなんですよね、これ。はい。で、それ見ると、これ、処理水出したときに、ああ、はいはい。国際のこの、これを使って、はい、こちら側が、新たに、ちょっと改造した。先生、こうなんか人が、なんか魚が、ちょっと波がですね、ちょっと危険になってるっていう。しょうもないし、ひどくないですか、これ。しょうもない。で、これで日本謝れって言ってるんですよ。何言ってんの？ツイートで。そうそうそう。ちょっとスイッチ入りましたね。いや、でも、だからこういうことをやってる人です。なるほど。この人のところにとこうマジって声が、これどういうことですか、でも、いや、お仲間同士ってことですよね、言ってしまえば、要はお仲間同士で政府系なんで、この人は政府系の新聞の編集長だった人なんで、はい、で結局やっぱそうじゃんと、まあ、今更出てきて当時の言い訳を自分の言い分を喋ってるんです、今回これはどこで撮られてるんですか、これ中国で撮られてるんです、やっぱり、
中国で撮られていて、ホシャクシュンさんっていう方が、一応彼女から話を聞いて、それを、まあ、記事という形というよりは、なんかまあ、ブログみたいな感じでちょっとアップして、彼女の言い分を、改めてここでやるということで、まあ、再浮上したということが話題になってるんですよね。彼女って2015年に高飛びしてるんですね。FBI が近づいてきたんで、アメリカで。で、姿消したんですよ。で、なんで姿消したかっていうと、実は CIA と FBI から、ダブルスパイになれっていう協力要請を受けたと。いうことを言ってるわけですよ。なるほど。FBI は米国市民権と100万ドルを提示してきたと。で、自分たちのために働かなければお前を破滅させると言われたと。脅されたと言ってるわけですよ。で、だから逃げたんだと。ああ、そういうことなんですね。ということなんですね。はい、でも、向こうからまあダブルスパイになれということで来られたから逃げたと。で、しかもその段階で家は家宅捜索されて、携帯とか奪われてたんで、連絡も取れないんで、逃げざるを得なきゃだと。いうことですね。はい。こと書いてますね。FBI との対決から3日目に、3日後にですよね。アメリカを脱出、中国へ逃げ帰ったと。いう言い分を今更な出てきて喋ってるわけですよ。ダブルスパイになれって言われたってことは、もうスパイだったって認めてるじゃないですか。まあ、そうなんですよね。いや、まあ、ダブルスパイとは言ってないんですけど、あ、そうなんだ。協力者になれって言われてる。要するに、協力しろっていうことを言われたと。はい、なるほど。だからまあ逃げたんですと、はい、いうことですけど、はい、要注意ですよ。まあ、でもこれだけ顔が割れたらもうなかなかね、活動しにくいから。でよくよく見るとこれ、はい、僕わざとだと思うんですけど、はい、気づくことないですかこれ。なんですか。指ですよ。あ、本当だ。で見せてるじゃないですかわざと、うん。それもメッセージに含まれてるんじゃないかと。ええ時計しとんなんで。そう、そういうのも多分見せる。これ全てに意味があるんですよね、この写真は多分。こうやって浮上してきたんで、今ね、ちょっとね。そうです。多分、僕は思うにこれから、はい、結構いろんなとこで喋り出すんじゃないかと。なるほどね。こうやって見ると、最初の昔の写真だいぶ持ってますね。持ってますよね。なんか、持ってますよね、感じが変わりましたね。でもね、10年ぐらいいなかったんで。あ、そうか、10年後か。年取ってるんだよね。指輪してるんで、もしかしたら、まあそうでしょうね、家庭持ってるかもしれないってことになると、まあ、ね、まあ、ちょっと、はい、雰囲気は変わるかもしれないですよね。そういうことですか。そうそうそう。でもまあ、はい、あんま下手なこと言えないですけどね、このお店。すぐ女性でもこういう方、そう、こういう、こういう。まあ、だいぶ若いですね、こうやって見ると。ですよね。再浮上、ついにファンファン再浮上っていうね、話なんですけどね。あんまり言うと山田さんのルッキズムが出ちゃう。またやめてください。言わなきゃ誰も気づかないです。ということですね、はい。はい。要注意です、この。引き続き、続報をお待ちしております。もちろんチェックしておきます。はい。